世界でとある街の悲劇を忘れぬよう見てみよう。知らない人も増えてきた。当の僕もこの目で全て見たわけじゃないけど、伝えるべきこと、これは本当にあった出来事。1945、8月6日、リトルボーイがその牙剥いた。世界初の核爆弾は名前に反し被害莫大だ。一瞬で人が炭になり、見慣れた街が火の海になり、奪った魂114万、その正義そんな重要感。できるのは伝えていくこと、伝えたいのは繰り返さないこと、そのためにこの日をもう忘れないで、どうかその目そらさないでいてよ。8月6日8時15分、広島に落ちた多くの命が、その対象に尊さを残した。火の玉温度摂氏100万度、キノコ雲が笑う悪魔のよう、黒い雨は容赦も泣く孫まで呪う放射能。抜け落ちてく髪の毛、溶けた皮膚がぶら下がる足と手、大事な人は見つからないまま、いくら時間が経っても待ちぼけ。何ができるのは伝えていくこと、伝えたいのは繰り返さないこと、そのためにこの日をもう忘れないで、どうかその目そらさないでいてよ。8月6日8時15分、広島に落ちた多くの命が、その対象に尊さを残した。残酷だから撤去、裸足の弦、グロテスクだから撤去、ろう人形、原爆ドーム観光地化され、その悲惨さも知らずに美化され、平和公園笑顔でピース、後ろに映るのは慰霊碑。一歩外出たら誰も知らない、多くはそもそも興味がない、違う世界、遠い昔の話みたいと、それでスマッシュ。世界を変えようとかいう話ではなく、消される過去が